ドンチャリュースということで今回なんですけど、メゾン三原康弘から 24SS2 回目のデリバリーということで新しくアイテムが入ってきましたので、紹介したいと思うんですけど、今回入ってきたのが、ダメージニットが一型二色と、ちょっと画面外になっちゃうんですけど、スニーカーがね、やべ、入ってきたんですけど、まずね、スニーカーから紹介すると、前回入ってきた、このね、まあ、定番モデルのピーターソンっていう、モデルの、まあ、色違いというか、で、はい、じゃーんってことで、今回ね、ソールがきなりタイプのものが入ってきたんですけど、前回のは真っ白なね、まっさらな、いわゆる新品のピカピカな感じの白色だったんですけど、こっちは、ちょっとね、使い古されたヴィンテージのスニーカーっぽいようなね、ちょっと骨っぽいような、ボーンホワイトじゃないですけど、ちょっときなりがかった色のソールのピーターソンが入ってきたんですけど、まあブレイキーとかの方もどっちかっていうとね、最近はこのきなりタイプの方が結構人気でして、まあこのねピーターソンもこのきなりのタイプが、入ってきましたっていうのが、まず一型目で、今度二型目なんですけど、二型目も前回入ってきたね、このさっきのピーターソンのパープルのモデルのソールが、きなりのバージョンです。はい、こんな感じ。これもねめちゃめちゃ良くないですか。こっちね白黒紫でね、だいぶストイックな感じもあるんですけど、こっちはこっちでね、ちょっと黄色がかったこのソールと紫のこの配色の感じがね良くないですか。ちょっと全体的にマイルドになった感じもありつつ、はい、こんな感じ。まあこの辺はねお好みで選んでいただければなっていう感じです。で、今度3型目なんですけど、じゃーんということで、はい、メタリックなねシルバーのアイテムなんですけど、これがピーターソン23ってことで、さっきのもののちょっとアップデートバージョンというか、ちょっとワイズが広めになって、ソールもね、ちょいボリュームが足されたモデルで、まあ23年秋冬かなに登場した新型のモデルなんですけど、はい、こんな感じで。ちょっとさっきよりね、ソールのボリューム感が違うのと、こっちはね、ソールに、こういう感じでね、より汚れ加工がリアルに施されてて、なかなかね、この表情良くないですか。ちょっと岩っぽいというか、感じのテクスチャーと、あとはね、やっぱアッパーですよね。アッパーが、はい、こんな感じで。これね、わかりづらいかもしれないんですけど、一応ね、シルバーのクラックのレーザーです。こんな感じで、ちょっとひび割れがあるのがわかるんじゃないかなと思うんですけど、これね、履いていくうちによりひび割れが進んでね、めちゃめちゃいい雰囲気になるんじゃないかなと思うんですけど、はい、こんな感じ。ちょっとね、ロックンロールな感じのスニーカーです。で、今度、アパレルの方に行きたいと思うんですけど、アパレルがダメージニットって言ったんですけど、はい、じゃーんってことで、一型二色で、まあ、ブラックと、ホワイトなんですけど、ホワイトの方は、こっちはね、さっきのソールみたく、若干ね、クリーミーがかった、ホワイトになってまして、まあデザイン的には、全体的にね、ダメージがこんな感じ入ってるっていうのと、あと正面、フロントに、まあこんな感じで、陰暗の、マーク、アイコンが、デザインとして落とし込まれてるんですけど、これね、全体的に、インサイドアウトになってまして、まあ裏返しでね、作られてるっていうか、感じなんですけど、まあこのあたりとか、縫製が、本来内側に来るはずのものが、外側に出てたりとか、あとはこの網の部分も、これもね、実は本当は内側に来るもので、まあ、逆サイド見るとわかるんですけど、はい、こんな感じ。よりね、こっちの方が本来表に来るはずの作りになってて、まあ綺麗な感じにはなってるんですけど、裏は裏でね、ちょっとこのケーブル感というか凹凸感あるのが、なんかね、ニットとして違和感もあるし、まあ、三原らしさもあってね、めちゃめちゃいい感じのアイテムかなと。思います。黄色も黄色というかね、ホワイトの方もホワイトで、はい、こんな感じで、一応ねこのインヤンのマークが配色がね逆になってます。ここら辺もねちょっとこだわりを感じるんじゃないかなと思うんですけど、こっからねサイズ展開とお値段なんですけど、まずニットが、サイズ展開が46と48の2サイズの取り扱いで、お値段が 38,000 円税抜きということでね、三原にしてはねかなりお手頃な値段なんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな感じで、今度スニーカーの方なんですけど、まずピーターソンのこのきなりのモデル、これが3万円税抜きで、今度このシルバーの方、これが4万9千円税抜きで、サイズ展開は41、42、43になりますので、まあ詳しくはねオンラインストアの方にサイズチャート書いてありますので、参考にしていただければなと
思います。ということで来ます。ということでまずブラックのサイズ46着てみたんですけど、サイズ感こんな感じです。着丈はちょっとね、あのすっきりめなんですけど、身幅とか袖の感じとかは結構ねゆったりめなルーズな感じで、まあこのインヤンのマークがねちょうどこう袖閉じた時にあの綺麗に出るように計算されて作られてるんじゃないかなっていうのと、まあ全体的にボックスシルエットなんで、ボックスのところにまあこの声援でね入ってるんで、なんか全体のバランス感というか統一感もしっかりあるかなっていうのと、あとはダメージ自体もあの一個一個はねそこまででかくないんですけど、結構数が入ってるんで、なかなかねなんかあのいわゆるダメージニットとはいうもののちょっとねあの面白い雰囲気なんじゃないかなと思います。このなんかまばらな感じというか、一個一個存在感はでかすぎないんですけど、数でねあの補ってる感じもありつつ、あとはまあ三原のアパレルラインにつけられるまあこの首ボンドのタグと、あとこっちにもねこれちょっとデジタル調な、タグが付けられてるんで、まあこのあたりもねちょっと目を引くんじゃないかなと思います。あとはまあインヤンのマークもねよくよく見るとちょっとこのインサイドアウトの独特な表情感も出てるかなっていうのと、まあ遠くから見ればね結構綺麗には見えるんですけど、近づいた時にこの違和感というかがまた面白いんじゃないかなと思います。で、素材はねコットンなんで、まあ毛玉とかもねあのそこまで心配しなくてもいいかなっていうのと、そこまでなんかケアにあの気を使わずともガシガシ着れるんじゃないかなと思います。で、着心地もね、ちょっとサラッとしてて、まあ、春夏のニットだなっていう感じがしてね、めちゃめちゃいい感じかなと思います。で、ちょっとスニーカーに関してはね、僕が持ってるこのピーターソンの別の色のモデルでね、ちょっと履いた感じを、イメージ伝わればなと思うんですけど、これね、ピーターソンのナチュラルっていうモデルなんですけど、まあ、履いてみると、こんな感じですね。まあ、パッと見かなりね、既視感のあるデザインなんですけど、よくよく見ると、まあ、三原らしさの、このいびつなソールとかが結構目を引くのと、まあ、履いていくうちにね結構汚れてくるんで、まあ、これは好みですけど、まあ、僕はね味として捉えて、履いてる感じですね。あとは重さとかもね僕はそこまで、気になる重さじゃないのと、履き心地も全然めちゃめちゃいい感じなんで、そこはね心配あんまりしなくて大丈夫かなと思います。ということで、次にホワイトの方着てみたいと思います。ということで続いてホワイトのサイズ48着てみたんですけど、サイズ感こんな感じで、さっきよりねやっぱ大きめのサイズなんで、ちょっと全体的にゆるっと感が増したかなっていうのと、白も白なんですけど、まあ、さっきも言った通りねちょっと気なりの感じなんで、なんかあのいわゆる白いニットってねかなり清楚系なというか、なんかそっちのクリーンなねあの印象のアイテムなんで、かなりあの着る人を選ぶというか、僕なんか多分ねあんま似合わないと思うんですけど、若干この気なりなことによってねかなりあの守備範囲が広がってるんじゃないかなっていうのと、まあこの白い系のニットにダメージが入ってるっていう、まあそのねあのクリーンな感じとダーティーって言ったらおかしいですけど、このダメージの感じのねこのギャップ感もめちゃめちゃいい感じなんじゃないかなと思います。あとはちょっと不思議なのがね、このあのインヤのね白い部分あると思うんですけど、ここね一応このボディと多分ね同じ色の糸なんですけど、なんかね遠くから見た時にここだけちょっとね白く浮かび上がるの分かりますかね。これなんだろう、なんか後ろにねあの黒のあの生地が入ってるからなのか、なかなかちょっと目の錯覚みたいなものも感じられる一着で、まあ後ろに黒が入ってるからかこんな感じで、だとは思うんですけど、なかなか面白いアイテムかなと思います。なんか白で同じ糸なんですけど、しっかりここが浮かび上がるように、計算されてる感じもありつつ、あやっぱ白の方ねいいっすね、このダメージの感じが、さっきも言った通りこのバランス感が、はい、こんな感じです。なんかよりヴィンテージなニットらしい、雰囲気感かなと思います。ということでね、ぜひ気になった方は概要欄からアイテムページに飛べる URL 貼っておきますので、チェックしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また。